ただいまから国家基本政策委員会合同審査会を開会いたします。本日会長を務めます参議院国家基本政策委員長の溝手顕正でございます。どうぞよろしくお願いします。この際本合同審査会における発言に関して申し上げます。内閣総理大臣および野党党首におかれましては申し合わせの時間内で活発な討議が行われるようにするためご発言はそれぞれ簡潔にされるようお願いを申し上げます。また本日は時間表示装置を使用いたします。表示装置は発言者の持ち時間を示します。持ち時間が終了したときは赤色のランプが点灯しますのでご承知願います。なお委員および傍聴議員各位におかれましても不規則発言等議事の妨げになるような言動は厳に慎まれますようご協力をお願い申し上げます。それでは国家の基本政策に関する調査を議題とし討議を行います。自由民主党総裁谷垣禎一君。総理は先日アメリカに行かれまして各セキュリティサミットに参加されましたね。でこれはアメリカと日本がイニシアティブを取って始めたもので、確かシェルパ会合も日本で行われたと記憶しております。日本は唯一の被爆国という立場であり当然このサミットでは外交的なリーダーシップを発揮しなければならないこういうことであったと思います。ところが私はこれが終わりました後のですねメディアの評価を読みまして愕然としました。ワシントンポストであります。オバマ政権の当局者たちの意見によればこの賞の最大の敗北者は哀れでますます愚かな鳩山首相だったとまで言っている。私は怒り心頭に発しました。何たる日本国総理大臣に対する暴言だろうと私はそのように思いました。しかし考えますとその原因が総理あなたにあるということも否定できません。問題は前回の党首討論でも申し上げましたが総理の政治の責任者としての発言これが軽い、そしてうまくいかないときにはあたかも他人事のように責任を転嫁するこういうことが今までいくつもありました。あなたの政権で政治と金の問題誰一人責任取った人はありません。そしてまた政策においても数々のマニフェスト違反がありました。あなたたちのいわゆる改革を推し進めるというよりかむしろ歯車を逆に回している面がある。その一つは郵政改革ですね。官から民へという方向への逆行それから公的金融の肥大化 財と復活こういう道を歩んでるじゃありませんか。それから2番目これは高速道路です。あなたたちのマニフェストでは原則無料化であったはずがいつの間にか実質値上げ浮いた財源で高速道路を作る、まあ、こういうようなこと、そのほか、枚挙にいとまがありません。しかし、中んずくですね、公務員制度改革、これについては、もともと民主党のマニフェストでは、人件費2割削減、何一つ手がついてません。それから天下り根絶、これも逆方向に進んでいる。福田内閣の時に与野党一緒になって作りました。国家公務員制度改革基本法も無視をしている。これはつまり、労組依存、労組の言いなりの御党では絶対にできない、こういうことを証明しているんじゃないかと思います。ところが、こういう法案を出しておきながら、今週末にはですよ、まあ、審議も尽くさないで無理やり採決をするというようなことが言われてもいる。まさかそんなバカなことはなさらないでしょうと、あらかじめ警告をしておきます。そして先ほどの核サミットに帰りますと、総理は10分間、オバマ大統領と会談をされたということであります。この10分間で何を議論されたんでしょうか。内閣総理大臣、鳩山明夫君。
確かにワシントンポストの言われるように私は愚かな総理かもしれません。それを昨年の12月においてもしエイヤと辺野古という場所に新たな普天間の移設先を決めていればいればどんなに楽であったか計り知れません。そしてそのことでオバマ大統領との間で日米関係が一見良くなったように見えたかもしれません。しかし果たしてそうでしょうか。私はそうは思わなかった。決して愚かだったから、愚直だったから、あるいはそうかもしれません。しかし結果として辺野古の海、果たして工事が進んだでしょうか。私は結果としてあと数年間何も動かなくなる、結果として日米関係が一見良くなったにもかかわらず結局は日米安保おかしくなったね、あの結論間違えだったじゃないか、そのように言われたかもしれない。私はだからこそ沖縄の県民の負担をできるだけもっと少なくしていかなきゃいけない、今日までの沖縄の皆様方の大変なご負担を考えたときに少しでもそれを和らげることができたら、愚直にそう思ったのは間違いでしょうか。私は決して間違いだとは思っていない。私はその思いのもとでオバマ大統領に核セキュリティサミットの時にむしろ私は日米安保を大事にしたい、日米同盟というものをさらに維持発展していきたい、そのためにも沖縄の皆さんの負担をもっと軽減させる道はないか、今その思いで努力をしているところである、そのことが結果として日米安保の将来にとってもいいことになるはずだ、だから5月末までに必ず私として責任を持ちますから、だからぜひオバマ大統領にも協力を願いたい、そのことをあの10分間わざわざオバマ大統領が核セキュリティサミットのワーキングディナー冒頭の時間を鳩山に与えていただいてそのことを申し上げたところでございます。谷垣自由民主党総裁、私はねもう一回愕然としましたよ。日本国総理大臣が私は愚かだったかもしれない、何ですかそれは。私はあなたにもっと使命感を持っていただきたいと思います。それで今あなたの思いは聞きました。しかし私は今オバマ大統領と何を話したかということを伺ったんです。10分間というのは十分だとは私は思いませんよ。なぜ今それほどのあなたの思いがあるんなら日米間の話し合いは大事でしょう。なぜ10分間ではなくてワーキングディナーの最中ではなくて正式な会談をやらなかったんですか。申し込んだんですか。お答えください。富山内閣総理大臣。それは当然オバマ大統領との間にもっと時間が欲しいと、そういう話は外務省を通じて申し上げたんではないかと思います。ただ私としてもまたオバマ大統領としても今回はこのぐらいがよろしいと、少なくとも政府の案というものを副案は持っていますが必ずしもしっかりと決まっていない段階の中であまり長い話をするよりもこのワーキングディナーの時に10分間のところが良いとオバマ大統領の方が判断されたと思います。私は
10分間の中で、自分として今、精一杯この状況の中で、日米同盟というものを重要であるということを申し上げて、日米同盟をさらに重視する立場の中で、時間をいただきたい、その中で必ず将来にとってよかったと思っていただけるような決着をさせてまいりたい、その趣旨で申し上げたところでございます。決して確かに10分以上の時間があればよかったと思います。しかし、オバマ大統領もこの短い期間の中で、数十人、あるいは十数人の方と首脳会談をされたんだと思います。その中で、今回は私はまずトップバッターとして、オバマ大統領との時間が与えられたことに、その思いを感謝をしております。谷垣自由民主党総裁。全く理解できませんね。今、最初、普天間に力を入れて言われました。普天間も大事ですよ。だけど、この核サミットも大事なんです。10分間でできたんですか。本当はもっと時間を取った、そういうことをもっと努力されなきゃいけなかった。これだけの重要問題でありながら、今のあなたのご答弁は全く理解できない。それで今、普天間のことをおっしゃったから、普天間に移ります。昨日の本会議でですね、我が党の小野寺逸典さんの質問、総理の副案でも2014年の普天間返還に変わりはないか、こういう質問に対して、総理は2014年返還とはおっしゃらなかった、危険性の除去と答弁をされたわけですね。総理、これはどういう意味ですか。その危険除去というのは返還ではないんですか。それとも普天間は一部でも継続使用されるという意味を含んでいるんですか。この危険性の除去ということの意味合いをおっしゃってください。鳩山内閣総理大臣。谷垣総裁、私は核セキュリティサミットの場でも、当然このオバマ大統領との会談のほかにも十分に日本の立場を示してまいりました。特にこのワーキングディナーのまず最初に、冒頭に私の方から演説の時間を与えていただきましたことは申し上げておきたいと思います。決して核セキュリティサミットを軽視しているとか、そのような思いを持っているというわけではありませんから、そのことはご理解をいただきたい。そして今、お尋ねがありました。危険性の除去、この普天間の問題は、まず普天間の危険性の除去、安全性の確保というものが一番大事だと、そこからスタートしたと私は理解をしております。従いまして、結果としてそれが普天間の返還になれば一番いいに決まっています。そしてそのことを当然求めていくことは言うまでもありません。しかし、まず一番大事なことは、普天間の周辺にお住まいの皆さんの危険性の除去というものを果たすこと、そして沖縄の皆様方の負担というものを軽減させしめるということが大事であるということで、私は申し上げたところでありまして、それが当然のことながら、結果として普天間の全面返還につながるように、私としても最大の努力をすることは言うまでもありません。谷垣自由民主党総裁。総理、念のために申し上げておきますが、従来の案、現行案であったらあればですね、2014年に普天間返還だったんです。で、今、総理のご答弁は、普天間を危険除去ということをおっしゃって、これからは努力するとおっしゃっただけでしょう。もしそういうことであるならば、我々の今までの案からすれば、から大きな後退ですよ。そして、大きな後退であり、単に先送り、これはね、大きな後退というだけじゃなしに、普天間返還の先送りになるんですよ。そのことを申し上げたい。鳩山内閣総理大臣。今まで旧政権の下で何ができたんですか。もうあとちょっとで、まさに辺野古に決めて普天間にが返還できる、そんな状況ではなかったじゃないですか。だからこそ私どもは新政権になって新しい発想が必要だと申し上げているわけであります。2014年までに返還できる、
あるいはそのことをお望みだったと思います。しかし、現実にあの時に、例えば強行して、辺野古に例えば埋め立てをするというような工事に取り掛かれる状況ではまるでなかったじゃありませんか。それが、だからこそあと何年先になるかわからない、冒頭私が申し上げたのはそのことであります。旧政権に任していれば、あのまま普天間返還されずに、2014年の期間がずんずんずるずる先延ばしされていた、まさにそうなったに違いない、そのぐらい沖縄の皆さん方が、あの辺野古の海を埋め立てるのは困る、そのような思いを私どもに伝えてくださったから、だからこそ私どもがあの選挙の時に、おかげさまで沖縄においても勝利をさせていただくことができたわけであります。それは辺野古、あの海を埋め立ててはならないという沖縄県民の意思だったじゃありませんか。だから私は2014年にこれからもできる限り新しい施設先を求めていきながら、普天間の危険性の除去というものを行い、そしてその結果として普天間が全面返還されるように最大限努力をします。それも2014年にそれができれば最も望ましいことであることは言うまでもありませんから、その努力はこれからも行ってまいることをお約束します。ちょっとお待ちください。全く認識が違いますね。谷垣総裁、ちょっとお待ちください。はい、ちょっとあの双方の委員、速記求めてください。あの議事の妨げになるような発言はお互いに慎んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。谷垣自由民主党総裁、速記を起こします。全く認識が違います。要するに今総理がおっしゃったような状況、これを煽って今までのいろいろな努力を潰してきたのはあなたたちなんですよ。それでもう少し具体的にしかし聞きます。昨日官房副長官が徳之島の3人の町長に電話をされて、会いたいと、こういうことをおっしゃったそうです。国民も一体この問題を総理はどのように解決するか、じりじりしながら見てるんですよね。で、実際本音のところ、総理はどうやってこれを解決されるおつもりなのか、前回の時に不安ありとおっしゃった。そろそろ不安をですね、きちっと明らかにすべき時期じゃないですか。総理、不安って何なんですか。鳩山内閣総理大臣。あのまず、私どもが煽ったとおっしゃいますが、煽ったんじゃありません。沖縄の県民の意思を理解しながら、私どもは選挙を戦ったわけでございます。そしてその結果として、選挙に勝利を収めたということでありますから、その前後を誤解されない方がよろしいかと、まず申し上げておきます。そして今、お尋ねのことでございますが、私は今、ここで不安というものを持っていることは事実でございます。しかし、それを当然のことながら、地元よりも、まず本当にこの不安がアメリカに対して理解をされるかどうかということを水面下でしっかりとやり取りをしなきゃならないと、そのように思っておりまして、それをやらないうちに、さまざま地元の皆さんにこうなるからといっても、先方が必ずしもそこに対して理解を示さないということになれば、全くこのある意味でその地元の方にご迷惑をおかけしてしまう。徳之島の皆さん方にも、あのように大きな集会をなさったということで、我々としてまだ何も申し上げていない中で、あのように懸念をお与えしてしまったということには、大変申し訳ない思いであることは事実でありますが、まだ不安というものをやり取りをしている最中でありますだけに、先方に対して、そのことを今、どこだから、だから頼むなどというようなことを、この QT の立場で申し上げることができないことをどうか、谷垣総裁、ご容赦ください。谷垣自由民主党総裁。
これだけ徳之島の皆さんにですね、不安を与えてるんですよ。これだけ不安を与えておきながら、まだ不安を言えない、おかしかないですか。徳之島は安なのか、安ではないのか、あれだけの反対集会があった後も、依然として安なのか、お答えください。富山内閣総理大臣。私は今、そこでどちらかに申し上げれば、そのことによって、徳之島の皆さんや、あるいはそうでない場合に、その別の方々にもご迷惑をお与えすることになる、それを従いまして、私はもっとしっかりとしたすり合わせ、やり取りを申し上げながら、その中で私どもとして、できるだけ早い時期が望ましいということは言うまでもありませんが、その時に皆様方にお話をさせていただきます。今ここでは控えさせていただきますことをご容赦ください。谷垣自由民主党総裁。この後に及んで言えないというんではですね、徳之島の方に私は気の毒すぎると思うんです。徳之島の方々がですね、今起こっているのはいくつか理由があると思います。一つ、今アメリカと水面下で話し合うというようなことがおっしゃった。総理もアメリカに行って何かこれはオバマさんにおっしゃったんでしょう。しかし自分たちの方にはちっともボールが返ってこないということに苛立ちが高まっていることも事実です。それからもう一つ、これはぜひ申し上げたいんですがね、今年はですよ、この沖縄の、いや、奄美の振興予算ですね、これをですね、29% カットしたんですよ。で、やっぱり離島はなかなか厳しい状況にある、そういう離島の経済的厳しさをいわば出しにして、もしこういう基地の移転に付き合うならば、なんとかすると言わんばかりの手法がね、垣間見えることに、奄美大島の人は怒ってるんですよ。いや、徳之島の人は怒ってるんですよ。どうですか。鳩山内閣総理大臣。内閣総裁、それは全くの誤解でございます。奄美の振興に関して、予算と、例えば札束を、この、ね、オペラターを叩くような、そんなやり方を今までされていたかもしれませんが、私ども新政権は決してそういうやり方はいたしませんから、どうぞそこはご懸念なきようにお願いいたします。谷垣自由民主党総裁。これはね、総理がどう弁解されようと、長崎の知事選でもこういうことがあり、そして長崎の人たちは何クソと思って戦ったんですよ。総理はその辺の認識が間違っていると思いますよ。しかしですね、この後に及んで不安も言えない、こういうことであれば、5月の決着というのはできるんですか。鳩山内閣総理大臣。今そのことはしっかりと全閣僚意思を合わせながら努力をしているところでございまして、5月末までに決着をさせると、その思いは変わっておりません。谷垣自由民主党。今また総理はお得意の思いという言葉を使われました。しかし思いではなくて、総理はこの党首討論でも何度もおっしゃって、いろんなところでおっしゃってますが、5月に政府与党間の案も作り、そして現地の了解も取り、アメリカとも合意を得る、こういうことを5月中にきちっとやると今までおっしゃってこられました。まさかこの後に及んでそういうことはしないんだとはおっしゃらないでしょうね。5月にきちっとおやりになるんでしょうね。もう一回。鳩山内閣総理大臣。これは何度も申し上げておりますように、これはまず沖縄の県民の皆さん、国民の皆さんと申し上げてもいいかと思います。さらには移設先になる可能性がある、なる方々のご理解も必要だと思います。そしてアメリカもこれは理解してくれなければ当然話にならないこともよく理解をしています。そのような三者というもの、これは連立政権でありますから、連立の合意というものも必要だとも理解をしておりますが、それを行っていきながら、しっかりといわゆる私が申し上げている決着というものを行ってまいります。5月の末までという、その時期を変えるつもりはありません。
谷垣自由民主党総裁。5月末ということはきちっとコミットをするということを確約されたわけですね。しかしですね、防衛大臣はこの間どこかで5月決着は難しいとおっしゃってました。総理が国民に約束され何度もコミットされたことを関係閣僚ができそうもないとおっしゃっておられる。これは閣内不一致じゃありませんか。鳩山内閣総理大臣。それはできないと申されたわけではないと思っています。当然のことながら私も簡単じゃないと思ってますよ。それは簡単にやろうとすれば先ほど申し上げたように12月にという話が当然あったかと思います。しかしそれを私は真の意味での日米安保のために、あるいはこの沖縄の県民の皆さんのご負担を少しでも和らげたいという思いのもとで、その思いは消し去ったわけでございます。それだけに楽な道ではないということは関係閣僚みんな理解をしている中で、しかしながら心を一つにして頑張ろうと誓い合っているところでありますから、何も矛盾はありません。谷垣自由民主党総裁。まあ総理の論法はいつもそうですね。やはりそういうことが国民に不安を与えている、こういうことに思い至らないのかと私は不思議に思います。でもう一回伺いたいんですが、総理は去年以来、先ほどの現行案に対するご批判の中でも沖縄県民の気持ちということをずいぶんおっしゃってます。最低でも県外、こうおっしゃった。これは今でも生きているんですね。富山内閣総理大臣。私は当時そのように申し上げたことは事実でございます。今でも県外という思いを、少なくとも沖縄の思いは思いでしょう。県外に当然移設先を求めていきたいという気持ちは変わっておりません。そして当然のことながら沖縄の県民の思いを十分に理解をさせていただくならば、負担をできる限り軽減をさせていかなきゃならない、そのように感じております。谷垣自由民主党総裁。総理のこの問題に対するいろんなご認識、私ちょっと根本的なことを問いたいんですが、その普天間が果たしているですね抑止力、これを言ってどういうふうに総理は理解しておられますか。鳩山内閣総理大臣。私は普天間と申しますか、海兵隊の皆さん方が果たしている抑止力、これは沖縄全体あるいは日本全体として当然のことながらこの日本を防衛するという意味での抑止力の役割というものはあると、しかも大きいと、そのように理解をしております。谷垣自由民主党総裁。沖縄海兵隊の持っている意味について、ずいぶん今のご理解はですね、偏った理解といいますか中途半端なご理解だと私は考えます。沖縄の海兵隊の任務はですね、海外有事の際に真っ先にその駆けつけて、そしてその非戦闘員の救出であるとか、あるいはその活動拠点を確保する、こういう任務を負っている。ですから普天間ヘリ部隊がその中核にこの極東においてはあるわけでございまして、極東つまりフィリピン以北、それから朝鮮半島、それから台湾海峡、そういったところでの要するに抑止力の中心を担っているのがこの沖縄の普天間のヘリ部隊なんですよ。地政学的な位置がだから重要なんです。そのことをご理解かどうかということを私は問うたわけであります。鳩山内閣総理大臣。私は海兵隊を海兵隊のみで捉えるのではなくて、その当然のことながらこれは航空の部隊もあるわけでございます。いわゆる空軍も存在をしております。いわゆる嘉手納あるいは横須賀には今度は海軍がいるわけでありますが、すなわちこういったトータルの中での抑止力の中で海兵隊の果たす役割というものは大きく存在をしているという意味で申し上げたつもりでございます。
谷垣自由民主党総裁。もう一回申し上げますが、こういうその沖縄の海兵隊の果たしている極東の中で果たしている役割から言って、地政学的な位置づけ、そういうものが極めて重要だと。したがって、抑止力を維持していくということをお考えになるならば、選択肢は極めて限られている。このことを申し上げたいと思っているんです。例えばガムに関しては、前も総理ご自身が、ガムは抑止力の観点から難しいということをおっしゃったことがありますね。私は今、いろいろな県外ということをおっしゃったけれども、総理に抑止力というものをきちっと維持していくというお考えがあるのかどうか、そこのところ疑問に思ってんです。鳩山内閣総理大臣。当然のことながら、私は沖縄の負担の軽減と、しかしながら一方で、日米安全保障の中でのこの海兵隊を含むアメリカの日本においての抑止力を果たしているというこの役割というものは大きいと思っています。従いまして、だから私も沖縄からあまり距離的に申し上げて遠くのところまで海兵隊というものを移すということは物理的に必ずしも適当ではないという中で選択肢をさまざま考えていることも事実でございます。谷垣自由民主党総裁。いずれにせよですね、総理のご答弁を伺っておりましてね、国民あるいは沖縄県民、鹿児島県民、これ以上愚弄してもてあぶことはもう許されないんですね。それからアメリカの信頼、アジアの信頼、つまり今の総理のご答弁をですね、我々の周辺諸国は見守ってますよ。朝鮮半島、韓国からご覧になれば、韓国有事の際に沖縄の海兵隊は何日間あれば駆けつけてくれるか、こういうことを考えてるわけです。今の総理のご答弁からは、そういうアジア全体のこのインフラになっているという認識が全く伺われない。つまり総理の、私が申し上げたいのは、総理のそういうご答弁自身が、我々の周辺世界の日本だけではなく、アメリカも含めて、情勢を混迷させている、こういうことにお気づきにならなきゃいけません。鳩山内閣総理大臣。全くそのご懸念はご不要でございます。私は、これは就任早々、東アジア共同体ということを構想しておりますが、その東アジア共同体を構想していく中でも、日米同盟、日米安保というものが大変重要だと、すなわち日本とアメリカが安全保障でしっかりと結ばれているということが、東アジアの国々に安定を与えているというのは、事実として当然実態として認めているわけであります。そのような考え方の中で、私としても普天間の移設先というものを考えていかなければならないことは、十分に理解をしているつもりでございますし、何も沖縄県民の皆さん方を愚弄するつもりはまるでありません。むしろ沖縄県民の皆様方の今日までの大変大きなご負担を考えたときに、できる限りそのご負担を減らすのが新政権の大きな責務ではないか、その思いで努力しているつもりでございます。谷垣自由民主党総裁。総理がどうおっしゃろうと、この問題をあなたは軽く見たんではないか、これは国民がみんな思ってるんですよ。この間総理はですね、ご自分の講演会で4月16日です、こういう挨拶をなさってます。普天間なんて皆さん知らなかったでしょ、それがもう国民の皆さんの一番の関心事となるということ自体が、やはり何かメディアがいろいろとこう動きすぎているなと、私は思っておりますと、こうおっしゃってるんですね。この認識ですよ、極めて軽い認識、国民を愚弄し、この普天間の問題が持っている重み、理解しておられないということが如実に現れている、そういうことがこの問題の解決を遠ざけてきたんです。しかし、まあ先ほどから5月きちっとやるとおっしゃってる。今この場でですよ、今日はテレビでたくさん国民も見ておられる。職を落として、5月にはこの問題を解決する、国民に約束してください。鳩
鳩山内閣総理大臣。当然のことながら、私は一つ一つの政策を実現に向けて、自分自身の覚悟というものを国民の皆さんに示しながら行動してまいってきているつもりでございます。従いまして、今回の普天間の問題に関しましても、5月末までと、そのように期限を切って行動しているところでございます。私も必ず関係閣僚と協力をしながら、最終的な結論というものを5月末までに出させてもらう、その決意を改めて国民の皆さんに申し上げておきます。谷垣自由民主党総裁。今私が問うたことはね、努力するとか根性を入れて頑張る、こういうことを伺おうとしたんじゃないんですよ。職を落としてやるんだと、こういうことをあなたに覚悟を示していただきたい、日本の政治的リーダーとしてその覚悟を示していただきたい、こういう思いで言ったんです。で、あなたはですね、我が国が大切にしなきゃならない3つのものを破壊してきたと私は申し上げます。まず第一に、今の議論でずっとあるところですが、日米同盟をはじめとする我が国の国際社会におけるこの信頼、この基礎を完全に掘り崩したと、残念ながらそう申し上げざるを得ません。それから2番目に、財源なきばらまき、そして来年度は予算を組めるのか、このままでいったら日本の財政は破壊される、財政が破壊されるだけではなくて、国民経済、国民生活の明日が破壊されてしまう、こういう基礎をあなたは壊したんです。それから3つ目は、政治と金、あるいはマニフェスト違反、そういうものが数々ありながら、誰も責任を取ろうとしない、こういうことが政治と国民の信頼関係の基礎を裏切ってきたんです。で、私は最後に申し上げます。去年、麻生総理へ、鳩山幹事、当時は幹事長でいらした、代表質問でおっしゃったことがあります。読み上げます。私は国民を代表して、この日本の危機において、迅速、機敏に有効な手を打たない内閣総理大臣がその座に居座り続けること自体が、国民の利益に反すると申し上げます。あなた自身が宰相としての最後の矜持をもって、直ちに総辞職するか、衆議院を解散するか、決断すべき時である。あなたはこの発言を覚えておられるはずです。あなたが我が党の総理に代表質問でおっしゃったこと、そっくりそのままお返しして、私の発言を終わります。鳩山内閣総理大臣。麻生総理に私がそのように申し上げたのは、結果として正しかったんではないかと、そのように申し上げておきます。誰がこの国をここまで導いてしまったのか、その責任、誰がここまでばらまき政治を行ってきたのか、その責任、それを私たちはしっかりと受け継がしていただきながら、負の遺産を早く払拭するために全力を挙げる、まさにすべての政策の実現に向けて職を落として頑張ることは言うまでもありません。これからも頑張ってまいります。以上で谷垣貞一君の発言は終了いたしました。どうぞ、やじはもう少し穏やかに、低いトーンでやってください。相手をの発言をよく聞こえるようにしてやってください。次に公明党代表、山口那津男君。総理、あなたの元秘書である勝場さんの、勝場被告人の判決が明日下されます。起訴事実について争っていませんので、有罪は免れないと思います。連休明けにもこの判決は確定するでありましょう。そして今、鳩山さん自身、あるいは小沢幹事長をめぐる検察審査会、この行方も含めて、今、政治とお金に関して、厳しい国民の視線が向けられております。
前回お尋ねしたことについて、必ずしも明確にお答えになりませんでした。今日これから2点、簡潔に問いますので、簡潔に明確にお答えいただきたいと思います。まず1点目は、勝場元首相を国会の承認喚問、または参考人招致、これに総理自身が積極的に説得すべきである、出席するように積極的に説得すべきである、この点が1点、そして2点目は、この刑事裁判に提出している資料、これを取り戻した上で、国会に提出をして、正確に国民の皆さんに説明をする、この2点、まさに総理が自らリーダーシップを発揮すれば、解決できる問題なんです。いかがですか。鳩山内閣総理大臣。山口代表にお答えをいたしますが、山口代表とも思えないご質問でございます。すなわち、簡潔に申し上げるという簡潔な話でもありません。ご案内のとおり、勝場元秘書は昨年の6月に私が解雇をいたしました。それ以来、一切の連絡は取ってはおりません。したがってこれは完全に独立した個人の話でございます。したがいまして、どうぞ国会の中で必要であれば、その旨を国会の中でお聞きをいただきたいと思いますし、その中で私の果たせる役割があれば、そのように役割も果たしてまいりたいと思いますが、国会で当然のことながら、しっかりとお決めをいただきたいと思います。それから書類の提出の話もございました。このことに関しても、私はまだ明日の判決がどのようになるかということの前のお話でございますが、提出されたその書類が多分明日になれば返してもらえることになろうかと思っています。で、この書類に関して、これは前から申し上げておりますように、弁護士がこのことに対して、弁護士に対して、私はしっかりこれを検査をしなさいと、点検をしなさいということは申しております。そうやってもらえると思います。そして当然のことながら、政治資金の規正法に基づいて判断をして、正すべきところはしっかりと収支報告など、正さなきゃならないことも言うまでもありません。それはしっかりと行ってまいります。個人のプライバシーに関して、いまだかつてさまざまいろいろな問題を犯したものといえども、決して個人のプライバシーに関わる資料というものを提出したことはないかと思っております。いずれにしても、このことに関して、しっかりと国会でお尋ねがあれば、そのことに関して私としても努力をしたいと思っておりますが、これは検察が判断をして結果を出した話でありますだけに、基本的には資料の提出などというものは必要のないものではないか、そのように私は考えております。山口公明党代表。鳩山さん、あなたはね、辞めた人間だから私は知らない、国民の皆さんよく聞いていただきたいと思います。そして資料も国会に出すつもりがない。しかし前回私が引用したように、これはあなたが予算委員会で書類を取り戻して国民の皆さんに見ていただいて正確に説明をすると、こうやって自ら述べていただいてありません。今のお答えには到底納得できません。ぜひこの今の回答を国民の皆さんによく知っていただいて、しかるべき判断をしていただきたいと思います。さて、装備の急である普天間基地移設問題について伺いたいと思います。いまだに見通しが立っていないということで、どれほど多大な国民の利益が失われているか、総理はこのことを十分ご認識でしょうか。この間、核セキュリティサミットに行かれました。しかし、正式な日米首脳会談は持つことができなかった。そしてアメリカのメディアの一部には、酷評されると、こういうこともありました。国民の皆さんはさぞがっかりされたことだろうと思います。そして、アメリカの元政府高官であったマイケル・グリーンさんという人は、
この普天間基地の問題が日米関係の酸素を吸い尽くしている、こういうふうにおっしゃられました。私は言い得て妙だと思います。この問題のために、他の重要な課題、これが議論が進まないでいる、こういう実態があるのではありませんか。2点申し上げます。一つは、この日米関係の中で、例えば核軍縮、また核の不拡散、あるいは気候変動、環境、あるいは金融や経済、こういったグローバルな視点から、両国が協力をして解決をしていかなければならない問題、こういう問題がたくさんあるではありませんか。しかし、この普天間の問題に酸素を吸い尽くされて、他の重要な問題は瀕死の状況にあるということが、このマイケル・グリーンさんの指摘であり、多くの人がそのように思っていらっしゃるのではないでしょうか。もう一点あります。もう一点。この普天間基地の問題が、総理がおっしゃるように5月末までに決着、結論を出すことができないならば、これは沖縄の負担の軽減という意味で、他の問題とも連動しているわけであります。例えば、海兵隊のグアムの移転、さらには、嘉手納基地以南のかなりの部分の基地が返還される、跡地が利用できる、こういう問題も同時に進まなくなってしまう恐れがあるわけであります。この2つの問題について、多大な国民の利益を失い、そして多くの心配をかけている、この点について、どのような認識を持っていらっしゃいますか。鳩山内閣総理大臣。あまり、その今お話しされたマイケル・グリーンさんのことを申し上げるつもりはありませんが、今までの旧政権の中で、さまざま日米安保、大臣された方々のお気持ちは分かります。ただ、新政権も新しい考え方の中で、日米安保を大事にすると、別の角度から極めて大事にしてまいりたい、そのように思っておりまして、必ずしも今までの方々にとって、鳩山という人物が好まれていないから、そのような批評が出てくるものかと、そのようにも思っています。ただ、ご安心いただきたいと思っておりますが、例えば核軍縮、あるいは核の核兵器のさまざまなセキュリティをはじめとする問題、あるいは気候変動の問題、グリーンエネルギーの協力の問題、これはもうすでに日米間でさまざまなレベルで動いておりますから、そこは決してこの普天間の移設問題とは関わる話ではなくて、十分に動いているということを申し上げておきます。そしてもう一つ申し上げておきますが、海兵隊のガムへの移転などが確かに影響を受けると思います。それだけに私としては、5月末までにという期限を切って、自分自身として期限を切って交渉していこうと、そのように考えているわけでありますから、どうぞその答えをきちっと出すことによって、今までの懸念がすべて払拭される、そのようにご理解を願いたい。山口公明党代表。重要なことを聞きますよ。5月末に決着をつけるとおっしゃいました。米国、そして沖縄ほか国民の皆さんの理解、そして連立政権の合意と言いました。理解という言葉と合意という言葉を使い分けているように聞こえます。しかし、大事なことは、今、日米間の合意はすでにあるわけであります。5月末決着ということは、新しい移転先をきちんと確定するのか、そういう合意をするのか、それとも今までの合意を維持する合意をするのか、いずれしかないんですよ。アメリカに曖昧な理解ではなくて、アメリカ政府と我が国政府がどういう合意をするのか、移転先を変更するか、維持するか、これしかないはずであります。明確にお答えいただきたいと思います。鳩山内閣総理大臣。旧政権における日米間の合意というものがあったことは、私も当然理解をしております。しかし、だからといって、辺野古の海を埋め立てるということに対して、これは沖縄の県民のみならず、日本の多くの国民の皆様方が懸念を表明しているところであり、もしそのことを強行していたら、これからあと何年、結果として
うまく話が進まずに、日米の安全保障を損ねかねない、そのように私は判断をしたわけでございます。従いまして、私はくどいようですが、この問題に関して、当然、5月末までにということを決めているわけではありますが、新しい移設先に関して合意を得ると、そのために今、全力を挙げて核を持って臨んでいるということを改めて申し上げておきます。最後に、鳩山さん、総理に就任してから沖縄に一度も行ってません。ぜひ現地に行って、その現実を肌で感じていただきたい、対話をしていただきたい、これを最後に申し上げておきたいと思います。はい、鳩山内閣総理大臣。当然のことながら、さまざま現地の皆様方のお声というものを十分にお伺いさせていただきたいと思っております。その時期が来たら、必ずそのようにさせていただきます。以上で山口那津君の発言は終了いたしました。本日の合同審査会はこれにて散会いたします。